ゆりです。 Twitter や Facebook でつながっている方にはおなじみかもしれませんが、我が家からの眺めです。西向きでほんの少しだけシービューです。目の前が開けています。夕日がとても美しく見える場所です。最近の香港は天気がとても良くて、毎日美しい夕焼けを楽しむことができます。写真を撮る人が増えて、夕焼けが美しい時間帯には気づくと周りの人たちもカメラを空に向けているなんていうことがよくあります。日中は34度くらい、湿度があって結構じっとりとした暑さです。でも今の夏こそこの青い空、そして白い雲が楽しめます。秋になれば幾分乾燥して過ごしやすくはなるのですが、空が霞み始めてしまってスカーンと抜けた青い空は楽しめなくなってしまいます。空を楽しむには今が一番いい時期かもしれません。だんだんオレンジ色になってきました。今の時期は画面の右4分の1あたりに日が落ちますが、冬場は左3分の1あたりにあるランガムプレイスのビルあたりに夕日が落ちます。鮮やかな夕焼けです。太陽が沈み切ったようです。でもこれで終わりではありません。街の明かりが少しずつ灯ってきます。そして空が焼け始めます。気づくと建物の明かりがだいぶ増えていて、ランガムプレイスのてっぺんもオレンジ色に光り始めていました。画面の中央奥、やや左寄りに白い光の柱が見えますでしょうか。橋の塔の部分が1本だけ光って見えるのです。そしていつの間にか夜に。ここからの眺めはずっとずっと見ていられます。ゆりでした。